お前ここの子か。何やってるか分かってんのか。バレたらお前また無償行きだ。部屋探しますから。空き巣泥棒だった和彦が盗んだものは家族だった。ここの子にしてください。好きなだけいていいぞ。母ちゃん残業で遅くなるって。それぞれに過去を持つ他人同士の寄せ集め、よろしくお願いします。訳ありの家族が危険を冒していく。あんま危ない橋渡んなよ。大丈夫、私逃げ足早いんだから。母さん。俺たち父さんに盗んでもらったんだぞ。こんな人生になるって思ってた？子供の将来のこと心配して頑張ろうって思っちゃうみたいな。僕はこの家族の中に生まれてきて本当に良かったと思います。アットホーム。